ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。公認心理士資格合格講座の3回目となります。今日はですね、神経心理学的検査の種類。 ということでやっていきたいと思います。えー、一問一答的キスとなってますのでね、よく聞いて覚えてください。それでは行きましょう。公認心理師、資格合格講座の3回目です。神経心理学的検査の種類。今回ですね、神経心理学的検査を解説しています。公認心理試験では、検査の種類は確実に出ますので、必ず覚えてくださいね。えー、神経心理学的検査は、主に、工事脳機能、 のの評価を目的としていまます。すす。認知症検査に多く使われででね、えー、必見一番です。認知症の識別検査として多く利用されるもので、検討式、記憶、注意と計算、言語、視覚構成の5つの認知領域が11の質問項目で構成されている検査は何でしょうかミニメンタルステート検査。 ですね。MMSE と呼ばれるものです。2番です。ミニメンタルステート検査、MMSE の特徴は、図形描写などの何があることが挙げられるでしょうか動作性課題ですね。MMST、えー、SE の特徴は、えー、図形描写などの動作性課題があるということですね。 では、ミニメンタルステート検査、MMSE は、満点が30点で、何点以下が認知症の疑いとなるでしょうか ?23 点以下ですね。23点以下が認知症の疑いとなります。3番です。MMSE と同じく認知症の鑑別検査に使用するもので、年齢、時間の検討式、場所の検討式、 単語の記名、計算、数字の逆証、記憶の再生、物品故障、単語早期の9つの質問項目からなるのは何でしょうか改底長谷川式簡易知能評価スケールですね。HDSR とも呼びますね。4番です。改底長谷川式簡易知能評価スケール。 HDSR の満点は30点ですが、何点以下が認知症の疑いとなるでしょうか ?20 点以下ですね。5番です。日常生活に欠かすことのできない記憶を検査するものは何でしょうか日本版リバーミード行動記憶検査というものですね。RBMT と呼びますでは、この検査は何の効果測定に使用できるでしょうか二つ答えましょう。工事脳機能障害やリハビリテーションの効果測定に使用できるとなります。6番です。日本版リバーミード行動記憶検査 RBMT の特徴は 何が測定できることが挙げられるでしょうかこれから先の予定の遂行に必要となる展望記憶が測定できるんですね。これが特徴となります。日本版リバーミード行動記憶検査 RBMT ですね。7番です。日本版リバーミード行動記憶検査 RBMT の結果の解釈ではボーダーラインは何点以下でしょうか 21点以下ですね。では、中等度記憶障害は何点以下でしょうか ?16 点以下となります。では、重度記憶障害は何点以下でしょうか ?9 点以下なんですね。この3つですね。ちょっと押さえておいてくださいね。8番です。視覚性の記名、保持、再生。 の機能を測定することで、高事能機能の検査に用いられるのは何でしょうかベントン視覚記名検査ですね。BVRT と呼びます。では、10枚の図形の即時再生、あるいは模写や遅延再生をさせることで、何を査定することができるでしょうか ?2 つ答えましょう。 視空間認知や視覚記名力を査定することができる。それがベントン視覚記名検査ですね。9番です。ベントン視覚記名検査 RVRT、あ、BVRT は作業検査法にも分類されるのは検査内容が何という作業を行わせることからでしょうか。図形模写ですね。 では、この検査の採点は何と何に対して行うでしょうか性格数と誤尾数となります。誤、えー、尾というのは、まあ、誤りであったり間違いという意味ですね。ですから、性格にできた数と、まあ、間違いの数に対して採点を行うということになります。10番です。神経心理学検査。 えー、略称と特徴です。えー、ここからですね、えー、11問は、えー、神経心理学検査の、まあ、略称とですね、特徴を簡単に、えー、押さえた1問糸となってますのでね、行きましょう。えー、ミニメンタルステート検査の略称は何でしょうか ?MMSE ですね。では、特徴は何でしょうか認知症の鑑別検査となります。 11番です。海底長谷川式簡易知能評価スケールの略称は何でしょうか ?HDSR ですね。では特徴は何でしょうか認知症の鑑別検査となります。12番です。日本版リバーミード行動記憶検査の略称は何でしょうか RBMT となります。リバーミードなんで RBMT ですね。では特徴は何でしょうか日常記憶の測定となります。13番です。コグニスタット認知機能検査の略称は何でしょうかコグニスタットですね。まあ、あの、アルファベットで、まあ、コグニスタット。 これが略称となります。では特徴は何でしょうか全般的な認知機能の評価となりますね。14番です。アルツハイマー病評価尺度の略称は何でしょうか ?ADAS, ADAS ですね。では特徴は何でしょうか アルツハイマー病に対する認知症検査ですね。まあそのままですね、これは。15番です。ウェクスラー記憶検査の略称は何でしょうか ?WMSR と呼びます。では特徴は何でしょうか言語性や視覚性などの記憶に関する検査となります。 16番です。ベントン視覚記名検査の略称は何でしょうか ?BVRT ですね。では特徴は何でしょうか視空間認知や視覚記名力等に関する高次脳機能検査となります。17番です。ベンダー・ゲシュタルト検査の略称は何でしょうか BGT となります。まあ、ベンダーですね。B ですね。ゲシュタルトなんで G で。検査なんで T ですね。BGT ですね。では、特徴は何でしょうか神経心理学的検査、パーソナリティ検査等、使用方法が多いというのが特徴となります。18番です。フロスティッグ、七角発達検査の略称は何でしょうか DTVP と言います。では特徴は何でしょうか子供を対象とした四角能力検査となります。19番です。ウィスコンシンカード分類検査の略称は何でしょうか ?WCST となります。では特徴は何でしょうか 遂行機能を評価する検査ですね。20番です。標準注意、検査法の略称は何でしょうか ?CAT、まあ CAT とも言います。CAT と言います。では特徴は何でしょうか持続性注意力を主に評価するですね。 で、ADHD の査定の際にも使用される検査ですね。それが標準注意検査法と言います。はい、えー、今回ですね、神経心理学的検査の種類ということで動画作っております。えー、公認心理試験では、心理検査であったり発達検査、知能検査の種類や特徴ですね。まあ中身というか内容についても問われます。 えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。えー、聞き流しや流れ聞きで OK ですのでね、えー、試験に向けて必要なものを覚えてください。はい、えー、公認心理師の、えー、勉強動画、まだまだ作っていきますので、よろしくお願いします。以上です。